それだけばレース専門の時間です。今日の解説は日刊スポーツ池永博美さんです。進行竹の上でお届けしてまいります。池永さんどうぞよろしくお願いします。えー、JBC 競争が11月3日に行われます。はい、それだけ場所では11月2日に西日本ダービー新設住所を行われましたね。そうですね。はい、で見事に地元はマイタイザンが逃げ切りでした。そうですね、うん。やっぱり逃げた方がいい,い,いですね。ベストですね。そうですね。はい、はい。でリアマルコがね。 捕まえに行ったんですが、これよくしのぎましたね。まああのー、初めにちょっとね、うん、行った分ね、ディアマルコはやっぱり末足ね、あんでましたね。そうなんですね。あのディアマルコというのはね、あの途中でちょっと手ごたえ怪しくなるんですが、それでもまた伸びてきますからね。ま騙さ騙されたす、ね。そうそうそうなんです。はい、あの喋ってる私もね、騙されんようにと思って、気を抜かずに喋ってます。はいはい、やっぱりきっちり最後伸びてきますからね。そうですねはい ええー、まああのやっぱりマイタイザンね、あの時計的にも非常に早かったですし、すね、あのペースがね早いように思われ、あの早かったわけですから、やっぱり二番で追走した浅草セーラーが苦しくなってしまいましたもんね。そうですね。はいはい。金やっぱり前が早かった言ってましたね。ちょっと相当早いですよね。うん。はい、これが不思議とマイタイザンにとっては二個目の重傷なんですよね。そうですね。真ん中で取れ取れませんでした。取三、ねはい、歳になってから重傷なかった。でねインタビューの時にねちょっと過ぎる話しながらちょっとうるっと来てる感じがありましたよ。 そうでしょう。うん。あの、まあ、昨日から相当空気入れときましたけどね。あ、そうですか。きねがさん、ちょいちょい空気入れますね。はい。ッキーにねそれより荒井調教師がね。なんかもう、パクパクやったらしいですよ。心配が。パクパク。はい。ええ、必ず緊張してたそうなんですね。まあ、第一回のタイトル。そうですね。初代王者っていう、やっぱ気持ちのえもんでしょうからね。はい。 来年は佐賀競馬場で行われます西日本ダービービでした、はい、さ、えー、JBC が行われます当日の園田競馬は1レースから9レースまでの開催となります、はい、で、今日展望するのは8レースと9レースで9レースがメインレースとなります、えー、A1 クラスの一戦このレースからまず展望いきましょう、はい、ご覧のメンバー10頭で争われます大浜のポンズ特別 1700m 戦オープン場の一戦です。印をご覧ください、はい、ここは9番メジャープレゼンス あの前回がナイター競馬最終日のメインレースでマイネル・コンキスタがまんまとに、ね、たまたま、人間スポーツショーで相当、ね、大海君が頭にきてましたね。 残念がってました、ね。残念でしたかね。でしょあの、そうなんですね。ね杉浦騎士ですね。あの時ね、勝ったのがね。そうですね。はい、はい。で、このメジャープレゼンス本命。あのー、まあ、た、この、まあ、ね、あのー、前に行く競馬もできるんですが、前回のような形、四五番手のレースでも。最後きっちりと伸びてきますね。はいはい。そうですね。この辺りたりさすがですねはいはい、はい。ね、今日はまあ、千七初めてですけどね。そうね。まあ、この距離の方が案外ベストかもわかりませんね。ね、ええ、前回戦、よそれまでね、千八を使われてましたから、ね。はい,はい。ね。 はい、で、お三着でも、一層ごとに着、着差が縮まってますので、ね。あ、なるほどね。これ、これ計算から言うとね、うんうん、次は勝番ですよね。あ、そうですか。はい。はい。ここまで行きましたからね。なるほど、なるほど、着差がどんどん詰まってきて、はい、もう今度は。一着になる順番と、二、はい、着が三回続いています。はい、ね、じゃ、プレゼンスです。えー、対抗ジーバン、サンライズブレッドですか。 まあおそらくね、川ワラキすぐ外枠ですからね。僕はマーク作に出るんじゃないかと思いますね。メジャーのね。なるほどね。で向こうがまあ二着多いでしょう。勝負弱い上ですから。うまくいけばということでね。絶対マーク作出ると思いますね。なるほどね。はい。で太鼓を打ちました。そうですか。こちらもねしかし兵庫二隻後まだ勝ってないんですよね。勝ってないんですよね。このところ四着が多いかなと。そうですね。こちらの方が ZRZ オープン。 やったですかね。力的には在籍時は上位だったというサンライズブレードですね。えそれから三番手に三番高野財四これは休み明けになりますね。そうですねこれも ZRH 千六百万からね。はい。でまあ残牌して休んだんですけどね。うん。 まあ、別にこの球種きっちり仕上げてきますから、ね。新しいして、リーディングジョッキー、はいはい、リーディングトレーナー、はい、そしてリーディングジョッキーとのコンビですね。はい。で、四番トリニティチャーチ。まあ、堅実に来てますね。堅実ですね。はい、今回で千七というのはどうかということですかね。短距離が得意ですからね。ねうん、どっちが言えばね。うん、は,いはい。はい。まペース流れていけば、この馬、十分,ね、十分差し込みも考えられますか。はいはい、そうですね。 まあ、でもきっちりと足使うからそんなに気にしなくてもいいでしょうかね、距離が。大きレイアラセだったらね、十、うん、分狙える場合ですね。むしろ、距離が伸びて人気が下がるようだったら狙ってみてもいいかもしれないですね。面白くすね。そうですね。はい、そのですと、2番、5番と印が入りました。うんまあ、5番からさっき言ったんですけ、ね、あ、バ、まあ、レナボス、はいあ。これはスタートですね。スタートね、最近そんなに遅れなくなりましたけどね。うん、全然ちょっとね、切磋早が遅れましたけどね。 前走はね、午後のスタートきましたからね。ただね、あの、思っていたほどの、これまで。のすい足というのが、なんか、披露されてない気がします。これ、やはり、この、まあ、千七の方がね、あの、三走前ですか。はい。七月に、い足使いましたからね。千七の方が、なんか、ぴったりのような気がするんですけど。なるほど。はい。それから、二番名勝陽光。これも、ちょっとね、最近。ここ三走ぐらいは、ダメですけどね。うん。はい。 まあ休み明け一応二層したんですかはいでまあ三層目ということでねはいあの電話それだったら十分まあだからずっとあの三万で以下は差し上マンをねああなるほどしましたねはいはい人間はダイナミックグローも出走していますがここはノーマークとなったとねどうしてもねメジャーが京極村く早めに行きそうな気がするんでああなるほど展開的に厳しくなるんじゃないかなとで開名です。 えー、メインレースは9番メジャープレゼンスを軸にして相手を挙げていただいた4とマルチ。 え十二点かける三の三十六点という。そうですね。どうしてもね、あの勝負弱いらねそうですもんね。未着になってしまうのかなと。ちゃう固定はね、自信なかったんですよね。未着固定の自信ありますか。そう、そんなことないでしょう。そ怒られます。その応援の仕方が難しくなりますからね。怒られます。ということですね。やっぱり勝ちたいと。はい、お前が陣営に参ります。さて、八レースいきましょう。順メインとなります。兵庫県産卵特別千四百メートル。ここは十二と印をご覧ください。 はい、ここはね、十一番第二エンド全走八連勝を目指して。望んだレース、大きく立ち遅れてしまったんですね。うん、あれで来るんですからね。二着には来ましたね。りますねただ最後、やっぱり末脚、いやいや,や、鈍りました。あれだけ遅れたらね、うん、大体百メートルぐらい半であったんちゃいますか。なるほどね、はい、まあ、それぐらいの厳しい状況になってしまいました。まあ、それでもいい足を使って、二着まで来たわけですから。はい まあここはスタートさえ決めれば問題ない、ね、前回一番枠だったんですね。うんうん、今度はそっと枠ですからね。はいはい、リカバリーできますんでね。なるほど。はい。うん。ここはもう信頼できると思いますね。そうですか。はい、はい。あのクラス的にもまだまだ上は当然目指せるんです、ね、と思いますからね。はい。はい。 11番のダイリンエンド本命ですさあここはもう頭固いという評価で相手5点ということになったわけですねで1番のピュアライン対抗ですこれがねあの一応ここに典型的な逃げ馬いないんですよねなるほどでこの馬が花切らないかなという感じでね花は切ったことは一度ありましてその時3着という結果があるんですねですこの馬は花切らないということ対抗を打っ、ね、なるほど、はい、そうですか よく池永さんは本命馬、強い馬がいるときには人気椅の逃げ馬を相当に持ってくるということがありこれはそのね案外ね、適中率多いんですよね、人気の馬があんまり早めに並びかけてくると逃人気なったらだめですよね、そういうことなんだね、人気になってないからね、本命馬の馬がいつでも買わせる格好で乗りますからね。 はい、えー、そういった意味で、人気数の逃げ馬、対抗に持ってくるというところです。確率的にもチャンスというところです。それから三番マイネルゴール。まあ、大体このままをね、対抗にされる方多いですかね。多いですよね。やはり昇級戦ですけどね。調子いいですからね。うんえー、上昇ですからね。はい。三、はい、番マイネルゴール。四番手は七番光栄侍。まあ、これもね、堅実にはレース。でますからね。店員、ね、から動けば面白いですけどね。はい。 えー、そして8番のライクエグザイルジ1バーマルカジャーミーと印が入りましたこの後はあのはこの2頭はもう差し馬の流れ早めに第2エンドが前を出た、ねはい、いてくれたらこの出番になりますね、はい、それでも勝つまで,で、ねね、まではどう,かどうかと思いますね、うんまあ、人気のある馬がね強ければするとどちらになるか前に行く馬が粘るか差し馬が、ね、どちらか,かになるんですがね両睨みというところでしょうかそれでは早め見ていただきましょう。うん ここで丸いちゃった、びっくりするんですが、もうここは一着固定ですね。はい、そうですね。また<短>、うん。ああ、そうか、そうか。三連単ですよね。相手二十点になりますけれども、ここはまたで五点に抑える。もう一番オーソドックスな馬券で、ねな。なるほど。またんが一番オーソドックスですね。そうですね。はい はい。十一番大輪エンド巻き返しになるかどうかと、えもう一度連勝解凍になるかどうかご注目ください。え今日は解説日刊スポーツ池永博美さんでした。あの J B C 競争が行われますので、急冷そのでの、はい、そのだけは、以前にもねあの名古屋競馬の開催で二千九年でしたが <laughs> こういう形がありました。まあもともとね地方競馬の祭典ですのでこういう形っていうのはあって当然だと思うんですよ。そう思いますね。あとはね、うん、J B C で楽しんで、ね。そうですそうです。うん、あの全国の皆さん、地方競馬の中でももうそこに集中してもらうと。 そうね、もう予想の開催やめてもいいぐらいだと僕は思ってますけどね JBC 競争に集中してお楽しみいただきたいと思います、えー、馬券もねしっかりと買いたい池田さん買わないですかあどうですかねはい。もし予想するんだったら教えてあげますよありがとうございます <laughs> 今日は池田さんでしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました、はい、それだけは11月のシリーズとなっていますどうぞお楽しみください